極真対 K-1 の空手マッチが実現。この試合は拳での顔面攻撃なしの空手ルール。1ラウンド中に1本もしくは技あり2つを奪うと勝ちとなる。これに挑む K-1 の不倒ロイド・バンダム。決して倒れない強靭な肉体こそがこの男の最大の武器。対するは極真ロシアのレチ・クルバノフ。破壊力に加え美しさをも併せ持つ一撃必殺の後ろ上段回し蹴り。巨神の名にかけて空手で負けは許されない。注目の空手マッチ、互いの破壊力に注目。レチ・クルバノフ、ロイド・バンダム、両選手の入場です。蝶のように舞い、蜂のように刺す。今極真で最も注目されている男が一撃のリングに参戦。その後ろ回し蹴りはまさに一撃必殺、レチ・クルバノフ。 K-1 の重戦車が極真に殴り込み、破壊力満点のローキックで空手に挑む。新境地を開拓するかロイド・バンダム。極真対 K-1、この試合は空手マッチ。極真が初めて K-1 を迎え撃つという試合になりました。さあ大注目の一戦であります。レチ・クルバノフか、それともロイド・バンダムか、まもなく世紀の一戦です。この試合のルールは国際空手道連盟の試合規則に従い3分3ラウンドで行われます。インターバルは30秒とし、その間選手は速やかに服装を整えコーナーにて着席。インターバル中、選手とセコンドの接触、飲み物などの補給を禁止とします。勝敗は一本勝ちした時点、または1ラウンド中の技あり2つで合わせ一本勝ちで試合終了となります。技ありは次のラウンドに持ち越されません。それではただいまより第7試合空手マッチを行います。白レチ・クルバノフ、極真会館。第19回極真全日本ウェイト制重量級王者レチ・クルバノフ。赤ロイド・バンダム、道場着陸。生涯まだ一度もダウンしていません、 K-1 の重戦車ロイド・バンダム。川本英二。空手マッチ一撃空手ルール3分3ラウンドで行われます。一瞬たりとも目を離さないでください。後ろ回し蹴りの餌食となります。正面、レイ進、レイ、お互いレイ、はい、構えて走れ。さあ一体どんな戦いが、そしてどんな結末が待っているのか。左の中段を蹴っていきましたロイド・バンダム。レチ・クルバノフ、その破壊力のその突き、そして後ろ回し蹴りには定評があります。さあまずは磯部師範、はい、このクルバノフの魅力たっぷりと教えてください。ね、まあ今日魅力はやっぱり後ろ回し蹴りでしょうね。いつで出すか、どのところで出すか。一方のこのロイド・バンダムなんですが、これまで一度もダウンを喫していないということで、あ、そうなんですか。今日初めてこのクルバノフの後ろ回し蹴りの餌食になるかもしれません。さあしかしロイド・バンダムがボディを、そして下段を蹴っていきます。激しい突きがあります。このレチ・クルバノフのその得意技は重いボディ、そして急所への突きです。そして相手がひるんだところ後ろ回し蹴りが飛んできます。他の戦法はですね、A、下段中段を攻めておいて、はい、すかさずあの上段の後ろ回し蹴りですね持っていく。これをいつ出すかってところですね。そうですね、はい、
今回は極真の代表としてキックボクサーを迎え撃つというレジ・クルマノフ、負けることは決して許されません。重いパンチがそのロイド・バンダムのボディを蝕んでいきます。左の上段を見せてきましたロイド・バンダム。一方のロイド・バンダムは人生初の空手マッチ、3週間短期集中で空手ルールをトレーニングしてきました。右の下段、これグローブをつけてのパンチとグローブなしのパンチとは、ね、違うんですよね。どういった違いがあるんですか。やはりね、そのピンポイントでしょうか、はい、それを捉えるってこと、うん、その下段威力が、ね、違うんですよ。なるほど。ただここまでこのロイド・バンダムの空手いかがですか。いや、まあ、空手というのもちょっとキックが入ってるんですけど。なるほどなるほど、やはりこのロイド・バンダム、まあ、本人が得意としているのはローキックということで。そうですよ ね、 あのキックもそうですよね、そのローキック果たして空手でどれだけ通用するか試してみたいと話していた道場着陸のトム・ハーリック会長です。まあ、しかし聞いてますよ、動きが徐々に止まってきました。ロイド・バンダム中央で激しい突き合いです。まだその後ろ回し蹴りは見られていません。レチ・クルマノフ、極真会館ロシアであります。無駄な動きをせず急所を攻めていくと話していたレチ・クルマノフ、身長では6センチ。ロイド・バンダムが今右の上段を見せてきました。重いローキックはロイド・バンダム、おっ決まったか。今一瞬嫌な表情を見せました。あ、そして明らかに左下突きレバーを狙ってますね。そうですね、バンダム嫌がってますよね。ここで第1ラウンド終了、判定に入ります。判定お願いします。第1ラウンドともに譲らず引き分けと終わっています。これより第2ラウンド、まあ、バンダム選手は、まあ、初めてだということで、多少なら戸惑いはあると思いますけれどもね。顔面なしグローブなしに最初は戸惑うも今は問題ないと話していたロイド・バンダム。第2ラウンドどんな戦いを見せるのか。レチ・クルマノフの後ろ回し蹴りはいつ炸裂するのか。今最も旬なそして注目の男レチ・クルマノフ、第19回極真全日本ライト制重量級外国人初のチャンピオンであります。 K-1 を迎え撃つ形になりました。さあ激しい突きです。この左の聖剣突き、おっと膝、あーとこれは抱えですね、抱え込み、ああ首頭を抱えたら、ね、膝蹴り、これは反則ですからね、これはどうしてもやはりその、まあ、キックではね、キックでどうしても行ってしまう行為なんで、ね、一つの反則を取られました。まあ、レッシュは今回出すんじゃないでしょうかね、このラウンド、このラウンド、出すと思いますよ。ほう、それはどのあたりに。いや、もう少しちょっと下段、中段を、痛みつけておいて、ちょうど意識がやっぱりこう下に行ったところでね。必ずその後ろ回し蹴りの前にはこのボディへの激しい、そして急所への突きがあって、相手がひるんだところで一気に後ろ回し蹴りが飛んでくるというレチ・クルマノフ。さあ第2ラウンド見ることができるのか。ロイド・バンダムもしかしなかなかどうして政権突き返していきます。 K-1 道場着陸のロイド・バンダム30歳、一方のレチ・クルマノフ、そのクルマノフは極真会館です。激しいこの両の突き、さあボディにボディに注目させておいて、出るのか後ろも足蹴り、あ、動きが止まってきたロイド・バンダム、藤原さん、明らかに動きが止まってましたね。そうですね、もうちょっと顔にこうなんていうか苦しいっていう表情が徐々に現れてきましたね。本人は分かっていたとしても、やはりこの試合の中に入っていきますとロイド・バンダム、おっと後ろ回し蹴り、まだ K-1 ルール少し頭から離れることができないのか。空手マッチであります。おっと激しい突きがロイド・バンダムを襲っています。左の中段ロイド・バンダム、お互い激しい打ち合いです。どうですかロイド・バンダムこの突き。ロイド・バンダム結構ね、打ち返しますよね、はい、トム・ハーリック会長曰く1972年道場着陸を開く前には極真でトレーニングしていたということがあって、そうなんです、極真出身なんですよ、はい、
私が知っていること、おっと、そしてかかと落としを見せました。おお、右の灰、右の上段を見せてきました。もうロイド・バンダム負けていません。ほら、そして出ました、出た出た、後ろ回し蹴り、ちょっと遅かった、一撃必殺、なんとかガードしましたロイド・バンダム、いやしかし第2ラウンド見せました、後ろ回し蹴り、ボディでの激しい付き合い、もう腰の回転、ボディがね嫌がってますよね、明らかにボディが嫌がって、今ローキックにその戦法を変えていますが、さあ第2ラウンド、後ろ回し蹴りが見えました、勝負の第3ラウンドに入ります。判定お願いします。第2ラウンドはレチ・クルバノフが5対0の判定でこのラウンドをものにしました。さあいよいよ勝負の第3ラウンド、ファイナルラウンドであります。さあこの来ました、ワンツーからの後ろ回し蹴り、ちょっと浅かったですね、もうこれがまさに勝利の方程式なんですよね。そうですね、ちょっと浅かったという、もう5センチ、もう5センチぐらい上だったな、うん、さあこの第3ラウンド、ファイナルラウンド、ロイド・バンダムは一本勝ちを収めなければいけません。さあ最終ラウンドです。ここは両方で打てるでしょう。腰の回転、左右のフットワーク、正拳突きのスピード、レチ・クルバノフ、これが極真の魅力であります。鈴木さん、はい、ロイド・バンダム陣営ではね、ハーリック会長がこのラウンドの前に張り手を見舞いましたね。ああ、そうですか、はい、気合を入れ直しました。おお、やはり道場着陸、 K-1 としても無様な戦いを見せることはできません。しかしここは空手、ここでいつものパフォーマンス、しかしここは極真の舞台、一撃の舞台であります空手マッチ。おっと、右のミドル、そして出ました、これもちょっと浅いか。どうでしょうか、思った以上にロイド・バンダムがいい戦いをしていると言っていいでしょうか。まあ、そうでしょうね、間合いを詰めてますからね、はい、このローキック、下段ロイド・バンダムいかがですか、藤原さん。ですね、この今間合いの話が出ましたけど、はい、このロイドの方はですね、もうキックスタイルでもう少し間を取ってやった方が、うん、あくまでもこの、さあそして、首をつけました今ね、やったことないルールの中でやってますから ね、 だからこの間合いというのはやっぱりもう、相手のボディと胸に打ってますんでね、はい、ここら辺のこの間合いの取り方が自分のペースじゃないと思うんですよね。初めて道着を着ての戦いということになりましたロイド・バンダム、一つのラウンドを落としています。富士山みたいな、富士山を見せましたレチ・クルバノフ、左下のその突きから後ろ回し蹴り、このラウンドを見ることができるのか。出た、おっと、これは高すぎましたね、高すぎた、今回は高すぎました。ここまで音が聞こえてきそうなレチ・クルバノフの後ろ回し蹴りであります。これまで何人ものその選手がこの後ろ回し蹴りの餌食になってきました。極真の代表としてキックボクサーを迎え撃ちます。私は自分の使命は分かっている、極真の代表の名に恥じないような戦い方をしたいとレチ・クルバノフが話しました。これはスリップであります。さあ残り時間が徐々に少なくなってまいりました。最終ラウンドであります。左の中段、ワンダムの動きはもう止まってますよね、明らかにこのボディへのパンチ食らっています、効いてます、あと、あ、そして出た、今日4度目の後ろ回し蹴り、しかしこれもなんとかかろうじてロイド・バンダムガードしていま す、ガードします。まだここまで段を消したことがないロイド・バンダム、この後ろ回し蹴りの餌食になるのかどうか。さあ聖剣好き、相手の急所をついていきます。クルバノフ、激しい突き、激しい、どんどん、どんどん、これは顔面に入ったか、はい、白、1、2、3、4、5、顔面オーダー、注意、これ顔面オーダー、反則ですね。さあそして反則があったところで今第3ラウンド、ファイナルラウンドが終了しました。判定です。引き分け、1、2、白、1、2、3、白、最終ラウンドもレチ・クルバノフが取りました。ロシア極真会館、レチ・クルバノフ K-1 の挑戦を退けまして判定勝ちを抑えました。
勝者白レチックドン白はい正面正面はいレチ・クルマノフ、K1 のその挑戦を退きまして、見事、空手マッチ勝者、勝利を抑えました。さあ、藤原さん、はい、まずはこの試合、どのようにご覧になりましたか。そうですね、やはりこうクルマノフの方、ボディの攻撃、あれ素手でやってますよね、あれがやっぱり2ラウンドの中盤あたりからやはりかなり効いてきたような感じがしましたので、ロイドのこのパンチ、ローキックそのものが、やはり威力を半減したような感じがしましたね。やはりその間合いの取り方ですね。やっぱりあの彼のレチ の、ね、あの中段の、ね、はい、パンチが、ね、効いてますよね、ただそんな中で K1 出身のこのロイド・バンダム初めての空手ということで、それにしては、ね、かなりやったかなという気はしますね。可能性を感じさせましたロイド・バンダムであります。見事極真会館ロシア所属のレチ・クルバノフが判定勝ちを収めています。さあ、とくとご覧あれ、この後ろ回し蹴り、残念ながら、まあ、一本は取ることはできませんでしたけれども、そうですね、必ずこの最初のやつでちょっと 浅かった、その後のあれがね、ちょっと高かったという、さあ、しかしこの後ろ回し蹴りを引っ提げまして、ワールドカップに挑戦するというそうです、レチ・クルバノフであります。見事勝利を収めたのは極真会館ロシア、レチ・クルバノフです。